はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。朝日の贅沢搾りの、ブラッドオレンジ。期間限定です。果汁が23%で、人工甘味料不使用。アルコール度数が4%。ブラッドオレンジ果汁とオレンジ果汁をブレンドした、総量が果実2分の1個分に、相当します。原材料がウォッカとオレンジ果汁と、糖類と酸味料と香料です。よし。久々だな、チューハイ。チューハイは、久々です。乾杯。まあ、アルコール度数が4%だからか。ほとんどアルコールの感じはしないですね。ほとんどジュースですね、これ。これ、ジュースだ。まあ、飲みにくいってこともないし、非常に飲みやすい。果汁が23%って書いてあるから。でも結構、味としては濃いですね。こちらが12月の18日。期間限定発売と。2月末までの、予定と書いてあります。オレンジ果実で、複数の果汁をブレンドし、複雑味とバランスのいい味わいを実現しました。程よい酸味と、苦味がありながらも、果肉の自然な甘みを感じられる味わいです。芳醇な香りとみずみずしい果汁感をお楽しみできますと。確かに、若干苦いっていうか、まあ、酸味は当然あるんですけど、皮を噛んだ時の苦味みたいなの結構あります。非常に飲みやすい。美味しいです、これは。このなんたら絞りとかっていうのは、本絞りで、その後サントリーの、何絞りだっけ？なんとか絞りが来て、で、また朝日の贅沢絞り。3つありますからね。パクリパクリで。ね。まあ、それだけ、なんつうか、なんか甘さとか、甘味料がね、まあダメな人とかには、かなり美味しいんじゃないかな。自然な甘さでね。まあでもこれは、あれだな。本搾りに比べたらはるかに甘いんですよ。だって糖類が入ってるから。糖類が入ってるから、その分、本搾りだって糖類入ってないよね。
ですかね。だからあれですね。酸味料と香料と糖類無添加。で、甘味料も含まれてない。だけど、こっちの朝日の贅沢絞りの方は、糖類が入ってるんで、まあ、若干カロリーがあるとか、そういった感じなんでしょうね。まあ、ただ俺は糖類入ってる方が好きなんで酎ハイはやっぱね、糖類に若干入ってた方が個人的には好きなんですよ。なんだ、入ってないとね、物足りないんだよな。なんかな。まあ、あと一つ言うとしたら、アルコール度数がこれ 4% なんで、まあ、せいぜい5% ぐらいにしてくれと。いう感じはありますね。ちなみにこの本搾り。キリンの本搾りはアルコール度数 6% と 5% のやつがありますね。まあ 6%、5% ぐらいあった方が、個人的にはいいんですけど。まあでもアルコール度数 4% でも、これ相当飲みやすいよ、これ。本当に。相当飲みやすいと思うな、これな。スクリュードライバー、スクリュードライバーでもあれか。だってウォッカ使って、ね、オレンジジュースでしょ、これ。オレンジにウォッカ使ってるんだから、まあ、スクリュードライバー、カクテルのね、スクリュードライバーと多分大体同じなんですね。スクリュードライバーは、すげえ簡単に作れるんだけど、結構、なんだろう、ウォッカと、混ぜたことによって、なんか、ウォッカの甘さみたいなのが出てくるんだよな。でも、スクリュードライバーの方が多分、飲みにくいとは思うけど、はるかにこっちは飲みやすい。間違いなく。スクリュードライバーも普通に好きなんですけどね。飲みやすいっていうのもあるし、俺がオレンジジュースが大好きっていうのもあるし、まあグレープフルーツジュースもまあ好きなんですけどね。だからソルティードッグとかさ、ブルドッグとか、グレープフルーツに、なんだ、ウォッカ入れるだけでできるんで、簡単で、美味しいです。まあ、オレンジジュースならどこでも売ってるしね。スーパー行けばどこでも売ってるからな。まあ、飲みやすい。グレープフルーツよりか、明らかに甘いんで、ね、飲みやすいよね。やっぱり。人間って不思議なもんで、水をね2リッター飲めって言われると難しいんですよ。でもね、ポカリスエットを2リッター飲めって言われるとね、結構飲めるんです。甘い方がね、甘みが若干ある方がね、飲めるんです。
だから何にも味しないような水を2リッターいきなり飲めって言われるとかなり難しいんです。だからよくあるでしょ、夏場とかさ、水をね、補給しなさいって言うでしょ。だいたい1日に4リッターぐらい水をね、補給しないとなんか熱中症になりますよとか、脱水症状になりますよって、よく言ってますけど。水道水より1日4リッターって相当難しいです。ほとんど無理です。だけど、アクエリアスとかを、ね、4リッター飲めって言われたら、1日でね、24時間のうちで、4リッター飲めって言ったら、相当楽なんです。あれだよね。お茶とか、緑茶とかはあれダメなんです。あれ、緑茶とか飲んじゃうと、利尿効果で、利尿作用があるから。カフェインって利尿作用あるんで、すぐ出ちゃうんです。コーヒーとかと一緒で。カフェインは、利尿作用があるんで、暑い夏とかに飲んでも、あんまり、ね、出ちゃうんで、おしっことして全部出ちゃうんです。だから俺は、麦茶にしてます。大体飲むとしたら麦茶なんです。安いし。水出しのね、袋に入ったさ、安いやつ、50袋入りぐらいのさ、ああいうの買って、ね、ウーロン茶とかだとカフェイン入ってるから、ダメなんですよ。麦茶だったらね、カフェインも入ってないし、ね、お子様にもね、飲めますから。まあ、大体俺最近カフェインの過敏症になって、コーヒーとか、コーラとか、飲むと、ものすごい気分が悪くなるんですよ。一日中動悸が激しくなって、ダメなんです。だから、基本的に飲んでないんですけど。まあ、麦茶は本当にあれですよ。いいです。非常に。夏場はやっぱり、特にね。甘み。まあ、甘いでしょ。これはね、美味しい。普通に美味しいです、これは。4444です。ご視聴ありがとうございました。